ここに一枚の写真がある。お分かりいただけただろうか。乳首が長い。というわけでやってきましたラム動物病院。先生、除霊もされてるんですね。さすがです。何でもできる。はい、今回はこの長い乳首を取る手術、手流摘出手術、摘出オペ、オペしてきました。オペ前にちょっと怖がっちゃったみたいなんで、アリスにとっては恐怖体験です。まあでもこれで全て出血して痛い思いしちゃうとか不安が一つなくなりました。前回の動画見ていただいた方ありがとうございます。うちに来て最初の頃はすごい車に乗るの嫌がってたんですけど、保護されて転々とした時期があったので不安なイメージがついてたのかもしれないですね。あのお出かけをしてからもうすっかりお出かけ好きになってしまいました。今では車を開けた瞬間に飛び乗ります。楽しいイメージに変わってくれたのはとても良かったんだけど、毎回毎回あれは困るんですよ。アリスちゃん、勘弁してちょうだい。なんでもうお家なのよ。降りるの。なんでよ、冗談じゃないわよ。降りて。病院行くとは言ってたけど、はい、お出かけとも言いました。あなた降りてよ。嫌です。納得いきません。おやつ釣ったって無駄です。3個だなお前。あ、でもちょっと欲しくなっちゃった。ちょっとおやつちょうだい、ちょうだい。それよ。サンコちゃん、うるさいわね。よこしなさい。それ、その手に持ってるやつ降りて。早く。あれ、私何で怒ってんだっけ。分かんなくなっちゃった。なんだっけ。